これでいいんだよ、これで。そんなの3になったら強いって言うけど、でもあれでしょ、何もなかったら死ぬでしょ。ああ、もう死ぬよ。耐久力全振りしても50いかないんじゃない？行くのか？いや、いかない。ダメやん。全振りでも40弱とか。なんかいらない攻撃力をさ、持久とか耐久にしてほしいよな。確かに。あと、戦いに行ったら死ぬよ。早い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 。いつ治るんだろうな、う。くぐり抜けるときのうは。これ何なん？う。いや、なんだろう。通るでもないし、くぐるでもないんだよ。うん。わかんねえんだよ。あの、何の？なんとかすーは確かね、あれなんやな。倒すかなんかだと思うんだよな、あれ。なんかあの、ドアスタンしたときのさ、気つける？叩きつけるか。あー、気つける？そう、叩きつけるでしょ、たぶんあれ。叩きつけるか。うだけは、ちゃんとわかんない。ふマジで謎。扉開けちゃうよ。早いね。やっぱこのタックルの安心感が違うね、このキャラは。何、どんなに何もなくても一回耐えられる。はい、オッケー。赤い部屋の扉開いた。あのカニバルの家。うん。やべ、初心者だから、わかんねえ、場所。おい！おい！よし！この先開いてるってことか。この先開いてます。俺の、あー、音聞かれました。もうダメだ、俺。俺のピッキングツール上げたいわ。赤い部屋、でも閉められてね、ここ。開けてないのか。俺、まだ、うん、扉を開けてない。あ、結構開いてんな、いろいろ。あ、ここ来た。くぐれないね。お、コック、はい、コックが追いに来ていいのか。ああ、今耳聞いてる。オッケー。南京錠1個開けちゃおう。これで、あ、ここ開いてるぞってなって。ああ、でもさすがにやめたかな。はいよ。コックどっか行ったわ。いやー、これコック下来たの握手じゃない、うん、これダメじゃない。コック下で血集めてんで。嘘や。マジかよ。やることやってんな。そんなコックいんの。コックってずっとさ、動かずにあれじゃね、上でひたすら溜まってきた血をさやるやつだよ。うん、これはいけんじゃないか。これちょっとムーブミスってないか。あ、やばい、危ねえ。お前知らねえからな。でーん。あ、なんか死んでません？誰か死んだの？あの罠に引っかかってた。ああ、痛い。俺の不動が。ここが開いてんだよな。とりあえず骨バトルで分からす。あいつはもう終わりや。いや、デカ回復迷う。なんかちょっと食らってる時のデカ回復、マジで迷うよ。迷うね。ちゃんとさ、なくなるからな、このゲームの回復。まあ、映ってもいいや、それ。来るなら来いよ。下来てもいいのかな。ここまで開いた。バッテリーの方、鍵開いた。今コック引きつけてるわ。バッテの方上ってこと？2階？ 2階じゃないよ。あの1階の裏口。ああ、はい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 。コックがめっちゃ来てる。そろそろ上上がるか。
俺ずっと使わないピッキングツール持ち歩いてるわ。いてててあなたすげえ遠く空いてないあれ。あ、こっちヒッチハイカーも来たわ。ヒッチハイカーとコック、そっち。あ、今家めっちゃフリー。あー、やべえ。あ、これ天才罠だ。あ、それやばいぞ。やばい、ちょ回復。あーマジかよおい、これあんのかよおい、練習してきたな罠。え、引っかかったら死ぬやつ。死ぬ一発やば。あの、ちょいぐらいで死んだわ。あのガラス窓割って。マジで俺と、あれね、研究してるあいつマジでやばい。これ来たんじゃね。これヒッチも来てね。これ来てるな。あー、ヒューズやってるわ。家の中戻んのありだね。これあれだね、最強結構引きつけてるからな。最強バリケードまだ壊されてないんじゃね。そこ降りちゃえ。地下ゲート開いた。お、ナイスすぎや。ちょうどよくね。ナイス。これ近いんじゃない、ゲート。どっからどっから行くかわかんない。あ、こっちか。なんかあの、もう一個のさ、やつは直通なんやね、あれ。あ、そうそうそう、その正面がもう一個の方なんやね。ええやん。ナイス。おい、信用しないからって。回復するな、これあ、もう出られる。うわ、この人どうなるか。うわ、まだ2階か。あー、マジか。これきついな。今降りたから。いやー、どうだろう。もうちょっとで揺れとたまるんだよな。これ右下から確か。ヒッチハイカー来るね。これ体、骨ないから無理じゃね、これ。いや、これヒッチハイカーの壁じゃ。あ、そうなんだ。へぇ、強っ。細いと無理なのかな。なんかあの、コックとか。あー、なるほどね。シシーとヒッチハイカー抜けられるんだ、あれ。コックジョニーの、あの、デカコンビじゃなきゃ。あ、そうなんだ。多分無理じゃない。おい、これ絶対ヒッチハイカーに動画化されたやん、あれ。YouTuber がやってた罠が強すぎて。あいつマジでさ、勉強してたぞ、ほんとに。いや、でも最後ちょっと横抜けられてたから。ああ、じゃあダメだね。ガソスタか、今回。ガソスタ。よし。うわ、横で死ぬほど信用になってる。チキやな。あれ、なんでそっちの方が早く動けんだ。あれ、なんかジュリー。あ、いや俺じゃねえぞ。俺、あれ、ここにいる3人じゃねえな。うん、3人。アナか。でもなんかこっち来てんな。サチ、あの、カニバルの目の前でピッキングする漁ってたわこんな近くにいると思わなかったんだろうな。最後はこれだ。うわー、ヒッチハイカーいんのか。はしご追えばなって結局置けんだっけ。いや、今んとこね、置いてる人いないからわかんないよね。おお、じゃあ俺がちょっと行ってみようかなでこい、うん、でこいになってきてくれた。これチェーンソーの音近づいてくると未だに怖いな。影上げてるとき危ない。危ねえ。アブ来た。アブ来てます。あれ、これドア近くにさ、ピッキングする絶対湧くようになってんのかな。こっち来んなよ。あ、こっち来る。これこっち来んなよ。あ、僕に位置聞かれた。はいはい、来るなら来いよ粘着されてるわ。あんな、ラッキー。あー、1個ドア開けたけど。あー、でも来ねえな。音聞かれてるけど。ってことはレベル3じゃないのか。耳、そうだ、共有されてない。うん、そんなわけないよな。いや、コックで3じゃない人なかなかもういないっしょ。もうみんな育成してるよな。うん、いや、ここ強え。この隙間行った目の前にある
バリケードマジ強いなこれ。上がっちゃおうかな。あー、レザーフェいるな。レザーフェがずっと地下いるから。もういるいる。まだ工事してるわ。上がっちゃえ。俺もう1個開けたけど、なんか そこら辺りにいるんだよな、レザーフェイス。すげえ、もうソニーのスキル使いてえ。あれになれたらもう、うん、やめらんねえ。この音鳴らしたからもうちょっとレザーフェこっちいるか。地上にヒッチハイか。ここ開けるか。ちゃんとボンチャ壊してな、小銭稼ぎ。はしご上あった？はしご上行けてない俺。あ、オッケー。結局開けれてない。で俺ちょっとはしご上行ってくるわ。これヒッチハイカーレザーフェイス家の周りにいるわ。オッケー。これどこに通じてるやつだ。あ、なんか、え、もう開いてんだけど、奥。え、奥ってあのガソスタ？ガソスタじゃない方だね。ああ、電気ビリビリの方か。うん。まあ、バッテリー上げられるだろうから、その間に。なんかトイレ流してる人いる、誰か。いや、これでも、なかなかでも回復しなくない？まあまあまあ、結構時間かかるか。うん。なんかヒッチハイカーいる。俺、バレたな、これ。コックに見られたわ。一旦家帰るか。危ねえ。これグランプハウスの地下空いてんのかな。ここ空いてなかったら結構きついんだけど、空いたわ。 OK。 あ、ナイスナイス。バルブ？バルブだね。あ、じゃあ俺骨差し行くか。はい。あ、なんか倒れちゃった。またバルブもういらんのか。あー、いや、バレた、クソ。これバルブ閉められるわ。二人いた。はい。ヒッチとコック。あ、閉まった閉まった。オッケー。あれ？なんかさ、止め金つけたのに貫通してきたんだけど。お前の体どうなってんだ。もう一人来てないべこれ。お前一人で来たことを後悔しろ。じゃあこっち行きます。どうしよっかな、バッテリーの方行こうかな。あ、下二人。オッケー。上がるか。バルブ回そっかな。あ、オッケー。うん、バルブ前行こうかな。もう多分開くと思うんだよね。うわ、ドラム缶はなんだ。バルブってどこだ。あ、あそこか、裏口か。もう今のお水うますぎだろ。あ、ドア壊してる。バルブ警戒してるわ。バルブハンドルが落ちてたわ今。ヒッチハイカー行って、めっちゃ食らった。バルブのとこどこだ。なんかジジ死んだ。いや、俺が前通っただけ。あ、オッケーオッケー。降りる。あ、ヒッチが、あ、今色落ちた。うん、バルブ前に。あ、バルブやってる。やってるな。体力ね。多分開くと思うよね、バルブ。俺タックルあるから来てくれたらなんとかなる。一人は。あ、もう開くと思うよな。あ、いや止められた。あ、閉まってる。今ね。早いな。今あと、あ、でも結構まだあるな。まあ、でももう、うん、次行ったらいけそうだけど。さすがに。おう。誰か行ってくれんのか。どうだ、俺バルブ前で待った方がいいのか。
や、めっちゃ回復使ってるわ。ちょっとどうしようかな。あ、アナがね、あの家周りにいる。はい。あ、こっちは開いてないのね。なるほど。こっちは開いてないのか。なんかいるな。あー、こっち結構守ってんな。俺地下落ちた。なんかコックがめっちゃ怒ってる、うん、コックに消し叩かれた。あの井戸の周りでぐるぐる回ったらコック怒ってたわ。半分いったからさすがに回復したいところやな。今バルブ開けられるとすげえ、こういう時にバルブ開くんだよな。今いけねえんだけど。なんだよコックよ。やべ、誰だこの回復取ったやつ、許さねえ。よし、回復がねえな。回復、あ、コックに音聞かれてる。はい、お前もポイント稼がしてやるよ。俺で十分っす。え、これ逆に俺が聞かれてるってことは他聞かれないかな。そうね、もう一生聞かれてるわ。粘着、ひたすら粘着されてる。金ポイント多いね。いつまで、いつまで聞いてんのこれ。一生耳すましてんだけど、コック。あれしたら、あの、骨刺してやったら。刺そうかな。聞いてんじゃねえぞ。あのね、多分これ回復ないぞ、もう。オッケー、ちょ、もうコック、コックがもう離れないから、もうこっち行っちゃえ。あの、どっち、あの、南京城側？いや、あの、チビ小屋周りにコックが張り付いてる。へぇ。なぜか。いや、これ回復ないのきついな。これあれかな、穴が全部使ったか。いって、あ、今骨当たってるのは誰だ。あんね、ほんとに回復ないもん。これは、これはね、きついかも。俺上がれねえぞこれ。はい、おかしい、こんなにないことある。バルブ回せる。バルブ回した。多分開くわ。はい。あ、でもね、コックが今ずっと音聞いてるから。オッケー。これでバルブに行かない俺は。バルブに行かない？うん。バッテリーの方行くわ。あ、なんだこいつ、なんでこっちいんだ。バルブ守ってないわ。ヒッチハイカーな、ヒッチハイカーコック守ってない。バルブゲートなんか今見えたわ。まっすぐ行くか。結構長かったよね。これもうバルブゲートから出れる。いや、これしかもそこ閉じられてんだよな、くっそ。いやー、俺体力ねえんだよな。生きてんだけど。目覚めだけだぞ、いるの。いや、でもさすがに寄るっしょ。結構距離あるからどうだろうな。いけるやん。なんだ、いいんか。出るぞ。なんだ、いらしい。あいつなんで急にいなくなったんだ。あれ、優しい人。アナも出れるな。なんで守ってなかったんだろう。あの、いや急にだよね。え、まだ稼ぐ、あと開けるだけじゃね。今開いたくね。開いた。あ、あれ鍵つけられてない。あ、いや自分で開けたのか。あれ、なんだったんだ今。あれ、なんか、あ、おじさんあれ、なんかバグってね、あれ。おじさんなんか変だな。おじさん壊れちゃったよね、あれ。終わったん食らったから。いや、でも俺さっき袋だらけになるの見たわ。なんでこっちいいんだ。いや、マジ分かんなかった。なんで。あっち2人いたよ、コックとヒッチェ。うん。謎。え、3500？